はい、こんばんは、こんにちは、ございます。ふーたです。今日もアジアイトの動画を撮っていきたいと思います。今日の動画はですね、お知らせに来ておりました。こちら、星5メインキャラ確定の、特別価格でのね、新春メインキャラ福袋パックがついに、販売開始ということでですね、早速こちら買いました。で、まあ以前からね、通常値段の9800円でね、買えるメインキャラとサポートキャラの星5確定の福袋パックはもう買わせていただいて、まあ、結果もね、動画に残しているんですけど、まあ、今回もね、こちら買わせていただきました。なんとね、価格が驚きの120円ということで、まあ、なぜ120円かっていうと、ちょっとね、12月31日にちょっと運営さんがね、不具合により、まあ、こういうね、対応になったわけなんですが、まあ、これはすごいね、ありがたいですよね。なので今まで無課金で貫いてた方も結構ここで、課金ね、された方多いと思います。まあ、120円で、まあ、星5メインキャラの確定のチケットがね、もらえて、プラス霊石も760個もらえるので、まあ、細々鍵もね、おまけでもらえたり、ほんとかなりお得になってるので、もうここはね、絶対買った方がいいと思います。で、まあ、星5確定のメインキャラ確定チケットなんですけど、まあ、こちらね、まあ、前回も紹介させてもらったんですが、ここから出るね、星5キャラクターは限られております。1,2,3,4,5,6,7,8,9、この10体。玄海とトグロ、ユウスケ2体とクラマ2体。まあ、ヨーコクラマも合わせて2体ですね。で、ヒエも2体。玄海、トグロもまあ、だから玄海と、トグロ、ユウスケ、クラマ、ヒエが2体ずつ、それぞれね、種類あるんですけど、まあ、この10体のうちから1体が確定ということで、もうかなりね、その星5の中でも厳選された、星5しか出てこないので、すごいね、これはお得となっております。ということで、まあ、今日の動画はですね、そちらのね、チケットを早速使っていこうかなと思います。でですね、まあ、他にもね、その不具合の件で、このね、無料チケットガチャっていうのが、5枚もらっております。で、プラス、暗黒武術会とか四次元屋敷でのね、報酬チケットも合わせて、今日ちょっと全部引いていこうかなと思います。まあ、なので、まずはね、この、無料チケットガチャから、使っていきたいと思います。もう一気にね、5枚使っていこうと思います。いやー、もう森はね、ほんとね、まあ、奇跡の森があるんで、ほんとにたまに。オッケーオッケーオッケー。ここも期待できるよ。星4もなしか。残念。まあ、ここのね、無料チケットで星5キャラクター当たったよっていう人もね、なんかツイッター見てるといたと思うんで、そうですね、ここは星1とか星2も出るみたいですね。とか出んのかな本当に星5。もしかしたら勘違いしてるかもしれないですけど、なんか無料チケットで星5出たって言ってる人がいたように見えたんですけど、もしいたらね、ちょっと今日コメントで教えてくれると嬉しいです。っていうことでね、じゃあ早速このね、報酬の10枚も一気に10枚引いていきたいと思います。いやー、2連続森。もうほんとね、奇跡の森が見たいですけど、まあ、霊気かなりね、弱いんで。いやー、なかなかきついかな。どうやろ？オッケー。ヒエ、多いよ。あー、残念でしたね。ちょっと来たかなって期待しちゃいますよね。4段階まで来ると。オッケー。あ、牧原さん来てくれましたね。他はまあ全部星3と。まあ、この間ね、ほんとね、神引き動画いっぱい見てくれた方多いと思うんですけども、チケットね、140枚ぐらい、使いまして、かなりね、引けたんで、多分今日はちょっと来ない気がしてます。でね、星4以上チケットあるじゃないですか。ちょっとこれね、なんか単発で行ったら当たるんじゃないか説、あると思いません。ちょっとさっきからね、森の黄色文字ばっかなんですけど、まあ、霊気は、かなり上がりましたけど、いや、頼むで、ほんまに。お願いします。あー、ちょっと期待しちゃうよね。あそこまで来ると。あ、これは嬉しいね。サポート、コエンマ。星4のね、サポートキャラもそんなになかなか来ないのでね、結構貴重です。ありがたい。いやー、ここで来てほしいな、もう一体。あ、もう、やばいやん、こんな。もうさっきまで森のさ、黄色文字やったけど。いやー、でもね、奇跡の森ありますから。霊気貯めて。お願いします、レガン。いいよ、まあ、霊気は中ぐらいあるんで。あとはカットイン、大事なのは。クラマ。ヒエ、オーケー。トグロ。残念でしたね。あ、これは、天沼さん。ゲームマスター。まあ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 、もうここはね、もう、
想像通りでした。まあ、多分星5来ないだろうなと思ったんで、まあ、何よりもね、メインはこちらですよ。このね、厳選なる星5から出てくる、この超貴重なチケット。ということでね、まあ、今回狙っていきたいのはね、まあ、ゆうすけはちょっと最近 C になったので、もうちょっとね、B までの道のりは長いので、まあ、今回はちょっと微妙かな。まあ、なので、新属性の限界か、まあ、今回のね、新キャラ義属性の限界、この間当たったので F ランクにしたいのと、あとはね、妖狐クラマですね、やっぱり。あとは新キャラトグロ。この、3体かな。あとはクラマも嬉しいかな。だから4体のどれかがいいかな。限界どっちかの2体か、クラマどっちかの2体。あれが5体か。とトグロ。この5体のどれかが来てくれたらすごい嬉しいです。ということで、行きましょう。お願いします。あ、いいですね。この虹文字。いや、もう、虹文字は本当に美しいですね。もう気分が上がります。まあ、これがね、通常のガチャで来てくれたらね、一番いいんですけど。はい、ありがとうございます。よっしゃー。ということで、ちょっと目つぶる。怖い。誰ですか、みんな。見えた？行きます。はい。これは、やったー！新キャラトグロ狙い通り来ましたね。これは嬉しい。まあ、ただ、まあ、G ランクなんで、ちょっとね、まだ使い道が難しいっていう部分はあるんですけど。いや、よかったよかった。これはほんと引いてよかったです。っていうことでですね、今日はね、このチケットを引いて終わりたいと思います。まあ、新キャラね、トグロ引けたので、これはめちゃくちゃ嬉しいかな。まあ、なのでカウントダウンガチャちょっと引きたくなってきたけど。ま、霊石もね、いっぱいあるんで。まあ、でもね、ちょっと今後ね、なんかさらに、なんかガチャ、なんか来そうな気がしてるので、まあ、ちょっとここはね、心を鬼にして我慢したいと思います。まあ、いずれね、ずっとやってれば、まあ、このトグロもね、成長してくれると思うので、はい。ということで今日は以上となります。まあ、皆さんもね、多分福袋買った方多いと思うので、もしよかったらね、結果報告などコメントに、残してくれたら、嬉しいなと思います。ということでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。またよかったらチャンネル登録やグッドボタン、コメントで、たくさんお待ちしております。よろしくお願いします。ではでは、またねー。